突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。まあ、タイトルにある通りですね、浩二選手もしかしてこのままアンチに負けてしまうん、俺たちのスープパスタ先輩が、ということで、何があったかと言いますと、まあ、例の動画ですよね、私の、ね、動画でも説明させていただきましたが、アンチを1人特定して、まあ、とつるっていう動画ね、あれがですね1回上げ直しましたよね、1回消して、でその上げ直したやつもですね、もう消えてて今ね見れないんですね。まあ非公開か削除かちょっと分かりませんが、まあ完全にね不具合があったということだけは分かります。でそれまでの流れ知らない人に説明させていただくと、何があったかというと、アンチをね9人ぐらい、名前連ねて、で ほとんどね、まあ、居場所とかね、特定しましたということで、顔とか年齢とかで、一人の人のお父さんの家、お父さんが、歯医者さんやってるんだけど、そこに嫁、しに行くと、スタッフとで浩二選手一緒に、で、それが前編で、まあ、次週になったら、アンチのね本体の人ともね、衝突しましたみたいなね、ところで終わってたんですが、一回その動画がね消されてアップし直されたんですよ。でそこには説明文には、まあ、字幕などのね、問題により、ね、アップし直しましたというふうに書いてあるんですが、私はその時奇跡的に最初の動画を保存しておりまして、そのね保存したのを見返すと、どこもそれが悪くなかったんですね、悪くないっていうか、字幕が変わってなかったんですね、変わってないように私には見えたんですね、けど一個変わってるとなるところが、そのお医者さんのね自宅周辺とかの風景にモザイクがかかってたんですよ。これはね、1回目と2回目で明らかに違うところで、私も確認してますんで、今となってはね、その2回目の動画もないんで、それは保存してないんで、ちょっと見比べるっていうことはね、できなくなってしまったんですが、まあそうなんですね。で、ここが問題で、もうね、1回目の動画の時に特定されてたんですよ。もうコメント欄見ると、これ丸々いいんだよねとかって書いてあって、これ大問題だなと。で、あと問題なのは、情報開示請求して突き止めたんなら、まあ、法律的にね、OK なんで、もしかしたらね、突しても問題ないのかもしれませんが、ネットに転がってる不確定な、不確実かもしれない情報で、突してしまえば、ただ有名人がね、素人をこう叩くだけのね、映像にもね、普段ね、そういう悪いことしてるかもしれませんが、しかもその人が絶対に本人かっていうのも分かんないじゃないですか。で、中でやってしまったことが多分問題になって、このどちらかだと思うんですよね。けどこれは私のただの憶測なんで、他にね、真意があるかもしれませんが、というのが多分理由で消したんじゃないかなというふうに思うんですね。で、その中ではね、スタッフの人とかがもうなぜか知んないけど、そのアンチの人に向かって、なんかこのままそっちからレスポンスがなければ、浩二が訴えなくても俺が訴えるとか言って、俺たちが訴えるみたいなこと言ってるんですね。なんかちょっと意味わかんない理屈ですよね。浩二選手が被害受けてるから、浩二選手だったら訴えれると思うんですが、その、まあ、身内でもないですし、スタッフの人が代わりに訴えるということを、まあ、会社としてなのかな、会社全体として、まあ、会社でやってるから、まあ、そういう意味合いでもあったんですかね。で、まあ、明らかにね、そのアンチの人たちがそれで、結構まあ動揺したみたいで、なんかこの人とこの人は同一人物かもしれないとか言って言ってて、で、そのツイッターのアカウントが、俺はツイッターやってないから分かんないけど、その時ついてたコメント欄によると、そのアンチのやつのなんとかってやつのツイッターもアカウント消されてたとか言って書いてあったんで、まあ効果があったし、あれ見るとね、なんか浩二選手にアンチ活動すると、なんか突撃してきちゃうんじゃないかなっつって、なんか裁判で訴えられるのかなと思って、なんか怖いなって思う人もいるかもしれませんが、まさかね、ここへ来て、相手の悪いことで、そういうのやっちゃいかんよ、悪いことしてますよね、ツイッターで暴れて、浩二選手に何書いてるか知りませんが、その誹謗中傷みたいなことをやったと。でもその動画で自分たちも悪いことをやってしまったとなったら、これもうどっちが善でどっちが悪かもうわけわかんないですもんね、この縮図。っていう結構まあおろそかな仕事になってしまったのかなということで、まあ浩二選手のねアンチがまたここでね、息を吹き返してしまうんじゃないかと。ただね、さっき言ったように、まあ同じね、私がそう感じた理由じゃないことかがあるかもしれませんし、またどっかの部分を修正して上げ直すとか、まあ何事もなかったかのように後編も上げないとか、まあ何かしらのね説明はさすがにねないと、まあ収まらないんじゃないかなというふうにはね思いますが、それよりね、私が一番気になったのは、もうその動画ね見た人で、まあ同じふうに思う人いたかもしれませんが、私が語れるのは、まあ格闘技、他の人より少しね詳しいのは格闘技と、あとね
ちょっと野球好きだから。で、あとね、漫画とかね、映画なんて1年に600本ぐらい見てた時もありますし、まあ、今でもね、もう1日1本とかぐらいのね、ペースで結構見るんで、で、映画のね、評論とかも見ますんで、映画にもね、すごい詳しくて、で、物語ね、で、どういう風に成り立ってるのかっていうのを見るのは結構好きで、自分でもね、その物語書いて、賞とかね、何回も受賞とかしたりしてますし、まあ、大体ね、パッと見れば、その作品がどういう風に成り立ってるかっていうのは、まあ、瞬時に分かるわけなんですが、浩二選手のその動画の作りって、その少年漫画とか、少年漫画、まあ漫画でいいですね。漫画の作り方なんですよ。で、の王道の結構作り方で、浩二選手っていう主人公がいて、で、その周りの人間は漫画とかで言うと、まあ、ヒロインとか、おとぼけ、ずっこけキャラとかがいて、まあ、一人一人ね、キャラが立ってるに越したことないんだけど、最終的にはね、その主人公が一番映えるようにね、かっこよく映るように、物語が作られてるわけなんですよね。で、今回のことで言うと、浩二選手は昔から言ってるように、俺はさ、アンチなんてさ、気にしてないよ、みたいなこと言ってるじゃないですか。で、けどスタッフの人は、アンチも撲滅したいと。じゃあ企画の中で浩二選手と、もう一緒にね、連れてって、アンチと対立合わせようっていうことをしたんですよ。けど、まあ、行きたくないわけじゃないですか、浩二選手は。これもね、浩二選手は一番かっこいいスタイルですよね。俺は全然行きたくないみたいな。けど仕方ないよみたいな、撮るのは、まあ、一番主人公が入るやり方で、スタッフの人たちはだから今回はちょっと汚れ役、無理やり連れて行きたい縮図で、その時に何したかっていうと、まあ、アンチは別、コージは別にアンチ気にしてないからいいけど、まあ、他の格闘家でブロックしてる人もいるんだよみたいな、アンチをみたいな、ここもね、コージ選手のかっこいいポイント、コージ選手はアンチはブロックしてないけど他の格闘家はしてる、平本蓮くんとかもしてるしとか、なんか名前も出してましたね、あと誰々もしてるみたいなで言ってて、ここで差をつけてどっちがね、男として器が大きいかっていうことをやったんですが、これはね、まだ全然いいんですが、同じ格闘家同士でね、そういうこともあるだろうっていうところなんですが、ここがね、本当に良くなかったのが、まあ、死んでるね、ホジはいいけど、もう死んでる人もいるんだぞみたいなことをスタッフの人が言ったんですね。これはね、ちょっとそのね、言い方に、その言い方なんでね、私は勝手に感じてるだけかもしれないし、人の取り方なんてね、千差万別なんで、そうじゃないって言われればそうじゃないで終わりなんですが、証拠なんてね、もちろんないんで、本当ね、人の死をね、悼むとか、なんか、その人のみんなって、親とかのみんなって言うって、もちろんね、その誰々が死んだとか、名前は出してないですよ。けど、そこに人がね、死んだんだから、みたいな。だから、その、アンチをほっとくっていうことも、良いことじゃないみたいな。工事はいいけど、みたいなことを、まあ、つまり何が言いたいかっていうと、そういった事実を今回のこの浩二選手を連れていくためのただの手段の、ただの上っ面の言葉としてだけさらっと言ったんですよ。で、それ見た時に俺結構心が痛んだというか、なんか今言ったように、そのどこまで本当か分かんないですよ、私は勝手に思っただけだから、なんかすごいなんか人の心がない人なのかなと、そういうふうに、ね、思ってしまいましたね。で、それをそのスタッフの方がね、で、そのなんか本当に道具と、ただの一つの道具、その自分たちは連れて行きたいわけじゃないですか、浩二選手を。そのためのただのこう言葉の上の論理上の道具として、ただそれを出したみたいなにしか聞こえなくて、で、コメント欄でも、その一人だけだけど、一人だけってコメント欄全部読んだわけじゃないですが、その時にね、あ、人の死をそうやってやる、ただのなんかどうしようもない企画ねって言って突っ込んでる人ね、いました。だから私と同じ感じ、風に感じた人もね、まあ、他にもいるということですね。まあ、そういった意味からも、あの動画はまあ消えてね、もう良かったなと、まあ、次もね、あんまり出さないでほしいなっていうね、そこがね、実は一番気になったとこでしたね。うん、で、それが、これも確証のない話ですが、なんか結構台本があるっぽい作りなんですよね。すべて、そういうふうに大義名分をゲットするところとか、なんか物事一つ一つのところに喋りで、実は理屈が全部入ってて、こうだからこうみたいな、うん、その視聴者を納得させるような、あれって結構台本なんじゃないかなって思うこともあって、その台本を読んで浩二選手が OK してたら、浩二選手もちょっと俺は嫌だなと思った。今までね、前も言ったけど、全然アンチじゃないけど、それをね、人の仕様とか言って書いてるところを、まあ、読んで OK みたいな感じでしたってなったら、うん、ちょっとね、首をね、かしげざるを得ないかなというふうに思いましたが、まあ、それはね、確証の取れないところの話ということで、まあ、考えてもしょうがないんですが、というところですね。はい。はい、というところで、今後のね、動向を見守りましょうというところですね。はい。俺たちのスープパスタのね、動向がこれからも非常に楽しみなところではあると思います。まあ、このままね、冷え冷え冷静パスタにならないようにお願いしますということで、はい。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、また聞いてね。